で、この手ですよ。手が手、ね、パーってこう、うまく水つかめてないので、ね、どっちか、手だけでね、一回いけますから、ちょっと上から見ますね。手だけで、10メートルくらいで見るんで、ちょっと待ってください。手だけで OK。もうゼロから、あ、ゼロから蹴らずに。はい、食べきってから。トップ。で、今ね、スイムの時は、ちょっともう一つやったんですけど、今ちょっと、マシンになってる感じなんですけど、横にね、パッてこう、水を開きすぎてるんですよ。だからあれを、ちょっと伸ばしじゃないですか。伸ばして、ちょっと斜め下に水を押さえるという感じ。はいはいはい。押さえてあげると、自然に体って上に上がってくるんで、でそのまま、今の格好を取ってもらって、で自分の口からまっすぐ手を出していく。はい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 。思い出してきました。はい、今ガバってこうね、ウミガメみたいにガってこう書いてるんで、だからそれをこうなると体って上がってきにくくなるから、ちょっと押さえてあげて、ちょっと押さえてきたら体が自然に上がってくるんで、でそれで口の自分の顎とか口の手前で手ちょっと合わせてまっすぐ伸ばす感じ。はい、はい、できますか？ちょっと押さえてあげて。このぐらいですね。はい。あまりこうならんように、こういう押さえ方です。はい。ちょっと斜め下に はって書くような感じで、カタカナのはって書くような感じで押さえてあげて。おお、いけますね。今の良かった。思い出してきました。今のやり方、はい、まずこれ大事なの。ほんであとはこのまま斜め上についてしまったら、これは体が立ってしまって前に進もうとしにくくなるので、だからこのまま押さえたら今度は自分のところからは斜め上じゃなしにまっすぐ手を伸ばしてあげると体が前についてくる。はい、そうすると無駄な力なしで前に進むことができますので、はい、だからぐっとこうやっていって、今ちょうどこういう出し方なんですよ。斜め上に出してるっていう感じなんで、それをじゃなしに押さえてから自分のまっすぐにしっかり出していくという感じでやってもらうと、体がまず前に行こうと。あ、書いたとき、こうじゃなくて、そうですね。今、こういうイメージで。今、斜め上にこうなってる。山なりになってるんですよ。山なりで手出したときに、体が、ほんまは前に行かなあかんところが、こう落ち込んでしまうんで、でそうすると前には行きづらくなるんで。はい。だから、ちょっとまっすぐ。まっすぐか、はいはい、やや若干斜め下。はい。はい。あ、いいね。バッチリ。あ、オッケーです。あ、行きます。今の行きます。今の行きます。ちょっと向こう側から撮ってもらえますか。行きますか。正面。はい、それではいきますね。よーい、はい、そうね、はい、そうですね。おー、いいじゃん。バッチリバッチリ。今の良かったでしょ。ちょっと休憩しましょうか。楽でした。